ばんは。こんばんは。またまた、日曜日になりまして、週刊フレーバー、いつも通りにちょっと微妙に9時ちょい過ぎっぽいとこはありますが、一応9時からスタートとなります。今回はですね、何をやるかというと、今回は抽出温度、はい、コーヒーの抽出温度について、はい、この抽出温度というのがどういう状態になるか、つまりどういう状態ということはどういうことかというと、あの松屋式という入れ方やりますよね。あれは どちらかというとお湯を細くさすんですね。でそれに対して普通の入れ方っていうのはもう少しお湯が太いんですよ。その時に実際にはお湯の温度をみんなすごく重要に考えますけど、実際にはお湯の温度で味が決まるわけじゃないんです。それは何かというと、コーヒーの粉が何度に達したかが一番重要になるんですね、はい、お湯の温度ではなく、つまりお湯の温度を例えば、80度にしました。だけど、それでこうコーヒーを立てたら、じゃあ粉の温度は何度なんですかってことなんですよ、はい、だからその辺のことを今回はもう完全に温度計をしっかり確認しながらでコーヒーを抽出して、はい、松屋式の場合は何度になりますよ。だったら例えば松屋式と同じ粉の温度にもしもしたかったら、例えばお湯を太くさして、同じ温度にしたかったら何度温度を下げなければならないかと、そういうちょっとなんつうんですかね、こう理論的にこうコーヒーをちょっとやってみようと、はいはい、ちょっと雰囲気でコーヒーをやるんじゃなくて、ちょっと理屈でコーヒーを立ててみようという、はい、路線でちょっと今回はやってみるという感じでいくつもりなんで、はい、で今回はですね、それだけじゃなくて急にですが、ゆうかちゃんって言ってこうご近所のまあちょっとぶっ飛び系の子、いや可愛らしいゲストが、はい、はい、いましてですね、その子を、後ろに置いております。でさっきからちょっと想像しい、ちょっと想像しいかもしれませんが、ゲストなんで、まあその辺はゲストごめんねっていうことにしといてください、はい、ということで、まあ、今回はこうちゃちゃっという感じで、コーヒーに関することをちょっと始めてみたいと思います、はい、で今回ついでですから言います。今回、実を言うとアースさんにいろいろとノイズに関することとかいろいろ教わりました。でいろいろ改善した点をせっかくなんでコーヒーユーストですけど技術ユースト、技術ユーストいきます、はい、技術ユーストとして今回いろいろなとこを改善したとこを一応皆さんにお見せしよう。中川さんが頑張ったところ、はい、頑張ったとこをちょっとアップ用のカメラに変えてください、はい、尺足りますか？ちなみに大丈夫だと思います。まずあれですね、このコンピューターを置いてあるこの台の部分をアンテナから少し離しました。まあ、でもまあ知らない人は分かんないですね。分かんないですね。分かんないけど分かる人だけでいいです。これアースさんに見ていただく感じで。そうですね。で、ここのいわゆるここの部分が、ミキサーの部分。ミキサーですね。ミキサーの部分ともう完全にすべてのものをこう電源部分とも完全に離しております。電源どこですか？電源は一番奥、向こう側の反対側になりますね。ここの位置に電源全部集めてるんで。で、アンテナの部分に全部、線が、こう流れるのをやめて、全部アンテナよりも下を、線が通るように一応工夫しました。ちょっと分かりにくいですかね。ちょっと分かりにくいですね。その辺が一応今回の、はい、まあ一応改善点となっております、はい、毎週毎週グレードしますね、はいはい、ついでに言うと、プロバイダーは OCN に変わりました。某プロバイダーから OCN に変えました。からついでに言うと、乾電池はエネループに変えました、はい、そこら辺と乾電池はこのマイクのね、そうですね、マイクのマイクの、ここですね、マイクの、乾電池はないですけど、はい、エネループに変えました。あ、全然映ってなかった、はい全然、はいはい、失礼しました、はいはい、これで、はい、であと、まあ、ついでに言いますと、ちょっと全体の方でこれどうします？あ、じゃあ持ちます、はい、全体の方に、あ、全体カメラにします、はいはい、もう一つ改良した点はですね、
このアップ用のカメラですね。アップ用のカメラ、これがアップ用のカメラなんですけど、このカメラの横にライトをつけました。これによって今回からコーヒーを立てるシーンは非常に明るくなるという、そうですね、はい、ことになってるんで、はい、はい、一応今回期待してください、はい、ということでコーヒーの方にスタートしましょう、はい、本題に入っていきましょう、はい、じゃあアップの方のカメラに変えてください、はい、切り替えます。今回どういうことをやるかというと、すごくシンプルです。これがいつものコーヒーを立てる金枠です。はい、松屋式用の松屋式の金枠です。で、これにこう普通にペーパーを用意しますね。で、まあ当然松屋式をやってないのに松屋式松屋式というのも、まあもう皆さんももうまたかと思うかもしれませんが、一応松屋式です。そうです、今日初めての方もいらっしゃるかもしれない、ね、そうですね。松屋式という僕が一番推奨しているコーヒーの抽出法がありまして、はい、その抽出法を、まあ、メインでここの、週刊フレーバーはやろうと思ってるわけですね、はい、で問題これで、ちょっと反射してますね。反射してます。どっちでしょう。もうちょっと、もうちょっと、あ、いい感じです。これ皆さん見えますかね、温度。これで温度見えますか。今からやるのは、コーヒーのお湯の差し方よりもどちらかというと温度が重要になります。ただいま気温は28度ですね。そうですね。本当ですか。なんかもっと熱い気がするんですけど。いや、28度ぐらいだと思いますよ。本当ですか。はい。なんせデジタルの高級温度計なんで。本当ですね、これ初めて見ました。はい、本当はアナログの方の温度計使おうと思ったんですけど、ちょっと見えにくいかもしれない。アナログの温度計をこのドリップポットを売っちゃいましてね。はいはい、こういうドリップポットに ついてるんですけど、はい、全部売っちゃったもんでなくなっちゃって。そうですか。はい、じゃあ残ってるこのデジタルの方の温度計を使おうかという感じですね。この温度計でコーヒーの豆の温度を。そうですね。で、今から一番最初にここにコーヒーの粉入れます。はい、これ何グラムですか。これ50グラム入れました。はい、で、今から一番最初にはいわゆる一般的な入れ方と言われる普通にカリタとかああいう、はい、よく見られるコーヒーの立て方をやります。普通のペーパードリップ。普通のペーパードリップやります。その時の温度の上がり具合と松屋式の温度の上がり具合を、まあ皆さんの目で見比べるっていう感じになります。はい、でお湯の温度はここで95度にしました。はい、95度ですね。で、今95度にしたお湯を使います。はい、で、これを見せてどうこうということをやろうと思ったけど面倒くさいので申告制にします。95度というふうに僕が見て申告制ということですね。はい、やるということでいきますね。はい、で、最初に普通のお湯の入れ方は太く入ります。で、全体に行き渡ったところでここでやめます。で、この状態で多分この温度計が非常に邪魔している可能性はありますが、どんどん膨らんできましたね。はい、このお湯をこう入れた時にぐーっとこうコーヒーの粉が膨らんでくるんですね。はい、膨らんでくるとこ見えますかね。そっちはどうでしょうか。ちょっと小さいかもしれませんが、で、この状態で2回沈むのを待ちます。2回沈むんですか。つまりどういうことかっていうと、中からガスが吹き出している間は膨らんできます。はい、ところがガスが吹き出す量よりも表面から抜ける量のが多くなると支えきれなくなります。そうするとこれが沈み始めます。はい、だからこの沈み始めました。あ、本当ですね。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、多分この温度計の部分が見えてるので分からないと思いますが、はい、今何度ですか。 72.6 度ですね。で、普通の
入れ方の場合はどちらかというと真ん中にこう小さく円を描きながら順番に大きくしていきますね。私こうご家庭でこんなに丁寧に入れたことないです。ですよね。はい、そう思います。コーヒー屋さんですね。はい、コーヒー屋さんはもうちょっと丁寧に入れますけどね。そうですか。はい、どんどん上がってますね。温度が今 88.1 度です。つまりこの入れ方っていうのはやっぱりね、これは高いんですか低いんですか。温度が高いですね。高すぎるんですか。結局コーヒーの粉の温度とお湯の温度ってだいたいイコールに近くなってってしまうんですよ。はい、だから例えば90度例えばにコーヒーの粉が上がってしまうということはもうはっきり言ってお湯の温度もやっぱ90度ちょいぐらいということになるんですね。ちなみに適正温度は何度なんですか。そこを今から探るということでやるんで、高いって先に言わせてしまいましたけど、はい、つまりこれでやって出てくる味を、まあ、林さんに飲んでもらって、はい、その時の味と例えば松屋式で出した時、つまりこれはお湯の温度の差ですよということは言い切れないとは思いますけど、はい、とりあえず今回は強引にお湯の温度の差ですよという解釈をしてやります。でその状態で実際にお湯の温度が低い状態だとどういう味が出るかっていうのを一回やってみます。はい、でその状態で例えば普通に松屋式をやって、まあ、お湯の温度が決まりますよね、はい、でお湯の温度が松屋式で決まってこれで、コーヒーが入りました。じゃあちょっと待ってくださいね。で今の温度分かりますか。今ですね 87.8 度。でこれを外します。これが一応普通の入れ方ですね。全体カメラに戻しますよ。はい、全体カメラ戻してください。で今これがまあいわゆる普通の入れ方と言われるコーヒーなんですね。まあ一応借りた式と言ってもいいですし、まあ何々式って言ってまあそれ以外の名前使ってもいいですけど、まあいわゆる一般的な入れ方です。はいはい、そこで何々式をこうピンポイントに狭くしていくと微妙に危険もあるんで、まあ、ざっくりこれはざっくりと、まあ、いや、はい、借りた式ぐらいにしておいた方が、まあ、平和かなという気がします。はい、でこの状態で出たコーヒーを少しだけじゃあ林さんに飲んでいただきます。はい、あ、細い口のやかんが欲しいな。これフレーバーさんで売ってるんですか。売ってます。おいくらですか。今なら6300円。はい、結構するんですね。ところがこの後でまた、はい、値が上がります。そうなんですか。それはなんでですか。はい、値が上がるよ。本当を言うと値が上がってるのを僕が見落としてた。あ、そうなんですか。はい、みたいな。一般的には値上がりしてるんですね。もうとっくに値上がりしててはい、だそうです。はい、そういう感じなんですけどね。でこれが、まあ、一般的な入れ方です。はい、まあ、借りた式のコーヒーだと思ってください。でこのコーヒーに対してまあついでのネタやっちゃっていいですか。はいはいはい、ついでのネタ、はいはい、実はですねこの前みんなから竹炭という竹炭のマドラ、これが竹の炭なんですよ。こんなの売ってるんですか。はい、これ欲しいかも。はい、これで書きましてください。はい、もう一回飲んで、ぐるぐるかき回してください。魔法のスティックですね。はい、魔法のスティックわざわざ仕入れました。これはちなみに販売してるんですか。販売します。おいくらで2本で250円で。ちょっと私今日買って帰ろうかと思いますあ、ちょっとだけ変わったかも。もうちょっとしっかりかき回した方がいいですかね。そうですね、うん、こういう竹炭マドラーって言って、これは雑味を吸着するというマドラーですね。これは何の時にやったか忘れましたけど、
こういうものもあったりなんかすると。二度越し、あ、二度越しかなんかでやりましたかね。あ、まあそこはざっくりと、はい。で今度は松屋敷行きます。はい、いわゆる本家松屋敷。そうですね、松屋敷を今度はやりますね。じゃあアップカメラに移動します、はい、で今回松屋敷でも入れ方としてはね2種類あるんですよ。はい、つまりどういうことかというと、松屋敷で2種類ですか。2種類あるっていうのはどういうことかっていうと、本来で言うと例えば、なんつうんですかね、こう粉を粉に対してお湯をこう乗せるような感じの松屋敷と、粉に対してお湯を乗せる、乗せるような松屋敷と、はい、実を言うとどちらかっていうと上の方から叩きつけるような松屋敷とあるんですね。どちらも松屋敷なんですか。松屋敷です。だから松屋敷というふうに言うとなんか一個の入れ方のように思いますけど、はい、実を言うといろいろなやり方を持ってるんですね。つまり意図的にどういう味を出すかによって、はい、実を言うと松屋敷というのはお湯の差し方が変わるんですね。使い分けができる、ね、使い分けができるんですね。だからそこら辺もついでにやれる時間があるならば。そうですね、はい、今日ゲストもいらっしゃるんで、はい、まあ、質問が来てます。いいですか。はい、いいですよ。竹炭は雑味だけでなく旨味も吸収しないのですかって来てますけれども、はい、ですね、どういうことかというと、ここを解説するとアップカメラよりもこっちに行きますか。じゃあそこのとこを先に説明しちゃいましょう、はい、基本的に竹炭である必要はないんですね。これは竹炭は細いですよね、はい、で炭なら何でもいいわけですよ。つまり備長炭であったり、はい、何でもいいわけです。で何かっていうと吸着作用を持ってればいいです。だから、普通の活性炭とかなんかのとこを通過させるのが一番きれいに雑味が取れます。で旨味と雑味の大きな性質の違い、それは何かというと、はい、旨味は早く溶けるっていう性質を持つんですね、はい、ですごく溶けやすいっていう性質を持つ、はい、だから松屋敷の場合は粉を通さずにお湯を通過させるだけでコーヒーを溶かすわけです。うーん、で粉を動かした状態で成分を溶かすと雑味が出るんですね。雑味っていうのは実を言うと溶けにくい性質を持つことと、もう一つは吸着されやすいっていう性質を持つんです、はい、だから結局は一番最初に吸着される成分はどこですかって言うと、竹炭とかなんかでかき回した時に抜ける成分は雑味の成分なんです。だからその部分が大事なだけなんで、旨味を吸着するかしないかと言われたら全くしないわけじゃないです。だから松屋敷できれいに入ったコーヒーを例えば竹炭でかき回した場合は、はい、どちらかっていうと味がボケます。だから上手なコーヒーをもっと美味しくと思って竹炭でかき回すのはちょっとおバカになってしまいます。なるほど、そう、本末転倒になってしまう、はい、だからそこら辺はまずは竹炭は下手くそな人が使うものと、うん、だから自分が上手だと思ったら竹炭は使わないようにしていただきたい、はい、もっと言うと竹炭でかき回してコーヒーが美味しくなったとしたら、その人の入れたコーヒーは下手くそだと考えていいです。あ、手厳しいですね。うん、まあだけどあれですけどね、こう相手と会ってる時はそうは言いませんけどね、はい、はい、とりあえずそんな感じでアップの方に行きますか。はい、アップに移動します。じゃあまた、95度にお湯をあげます。はい、あ、松屋敷のドリッパーが欲しいですとおっしゃる方がおられますが、これはどこで一般的なコーヒー屋さんでは手に入らないですか。そうですね、うち売ってます。こちらでは売ってます。はい、こちらで売ってます。こう取扱店一覧とかないんですかね。ないと思いますよ、マイナーなんで、はい、
何がいいって言ってこの松屋式のこの金枠に関して一番いいのは、はい、洗わなくて済む。ちょっとそのネタ出すのやめませんか。そうですね。じゃあとりあえずフレーバーさんにお問い合わせいただくということで、はい、あの、ね、インターネットでは売ってるので、はい、温度は大丈夫ですかね。はい、見えます。じゃあまたあの深刻性で95度、はい、いきます。で今回は松屋式でもどちらかというと粉にお湯を乗せるような入れ方をやります。はい、で粉にお湯を乗せるということはその分だけコーヒーのこのお湯の高さが低いわけですから、そっと入れてあげるっていう感じですか。そっと入れてやるタイプだと、はい、実を言うとお湯の温度があんまり下がらないですよね。まず第一に、ね、イメージ的にね。ううあります。じゃあその部分が例えば30センチ上げた時とどのぐらい違いがあるかっていうのを、やってみましょう。面白いですね。なんか理科の実験になりましたね。はい、毎週ですよ。ですよね、はい。じゃあ真ん中にお湯差します。で松屋式の特徴は下に落ち始めたら濡れてるとことか沸いてるとこの境界分にお湯差します。はい、ちょっと温度計で見えないかもしれませんが今回はもう素直に諦めましょう。はい、想像力でカバーしてください。で、ここで、3分間。これ使います。あ、これですね。はい、松屋式の蓋を。ここ一応溝が切ってありまして。カメラに向かって。あ、そうですね。はい、ここ溝が切ってありましてですね。これはここの温度計のとこがピシッと収まるようになっております。素晴らしい。はい、今回のためだけに今回のためだけの仕様ですかそれ。はい、これは素晴らしいですね。はい、この状態で3分待ちますね。だからこの状態今どちらかというと低いあの位置で全体カメラに戻します。あ、じゃあ全体カメラに戻しましょうか。はい、うん、だから今のお湯の差し方というのはどちらかというとあの低い位置でお湯を差しました。はい、で、あのさっきの仮出し器と言われるものと比べるとお湯はの太さは細いですよね。そうですね。うん、で実際にあのお湯の温度はどうですか。違ったんですか。ですね、うん、今ですか。はい、ざっくりともうざっくりですね。今何度ですかね。今 75.4 度ぐらいですか。75.4 度。さっき 72.6 度と読み上げたのと 87.8 度と読み上げたのがいい。まあいいでしょう。今何を語りたかったかというと、はいはい、実は言うとここの段階の温度は本当に言うとあんまりは変わらないはずなんですよ。今あのどうだったか僕は見てないのであれですけど、どういうことが言いたいかというと最初の蒸らしというのはお湯をこう多くザーッと注いでもコーヒーの粉が蒸れるまでの量ですよね。はい、で少量ずつお湯を注いでも基本的に蒸れるまでの量なんですよ。蒸れるまでの量、つまりコーヒーが濡れるまでの量と考えてみます。はい、つまりその量でこうやってやってるんで確かに細く出てる分だけあの温度は下がりやすいかもしれないけど基本的にはあのお湯をどれだけかけたかになるんですね、この段階では。はい、だからこの段階で見るとほとんどこうこの段階ではあまり変わっていかないということになります。で確かに変わるとしたら、まあ、細く刺している分だけあの下がる可能性はありますけど、はい、そこだけなんで大きくは変わらないと思います。でこの段階、この次の段階、今度はお湯をたっぷりためちゃう、つまりコーヒーの粉の中にお湯をいっぱいかけちゃうとお湯の温度と粉の温度は似てきますよね。はい、それに対して松屋式の場合はコーヒーの粉をひたひたにします。ひたひたっていうことはコーヒーの粉の温度っていうのとお湯の温度に開きが出てきます。まあ、そういうことですね。そこの部分を一応やりますね。はい、なんか今日は真面目にこう真面目ですね、やってますね。
この時間で30分って全然お笑いような気もしてきましたけど、まあ、はい、まあいいでしょう。今67度、ちょっと下がりましたね、はい、10度ぐらい下がりました。でこの状態でひたひたにコーヒーの粉をひたひたにするということは水位を最初には上げる必要があります、はい、で松屋式の場合は水位を上げるときは早くお湯をかけます。外側にお湯をかけます、はい、で落ち始めたら真ん中に丁寧にお湯をかけます。少しずつ上昇してきましたがまだ70度ですね。でだいたいこの入れ方というのがだいたいこう上限っていうのが、まあ今からこう言っちゃうのも間抜けなんですけど、だ、はい、例えば今90度のお湯を差してるわけですよ。はい、そうですね。夜間は90度です。90度のお湯を差すとだいたいね、上昇しても80度なんですよ、うん、今ね77度です。思ったより上昇が緩いですね。はい、このひたひたっていうのはこういう状態なんですね。で今この入れ方でもこの低い位置での入れ方をやってます、はい、10センチぐらいですかね、高さ。80度になりました。80度、だいたい10度の差ですよね、はい、だからこの入れ方というのはこのコーヒーの粉にお湯をこう乗せる感じで、こう粉を動かさずにお湯を乗せる感じでこうお湯を差すっていうのがまず入れ方のポイントになります、はい、でこの入れ方というのは当然あれですよね、コーヒーの粉に刺激を与えにくいですよね。そうですね、うん、だからこの刺激を与えにくいということはこのペーパーフィルター、はい、ペーパーフィルターのとこに対して結局お湯がこう通過するときにこう油が通りにくいんですよ、はい、つまり力が加わらないんで、これで終わりです。 82.8 度です。でこれがまあどちらかというと地味な松屋式という感じですかね。全体に戻します、はい、はい、こっち先に入れてからやります。でつまりこの入れ方はどちらかというとコーヒーの粉を動かさない、まあ、松屋式は基本的に動かさないわけですけど、一番刺激を与えなくてお湯を通過させる方法になります。でこの状態ではいわゆるこうなんつうんですか、油が通過しにくい松屋式です。だからどちらかというと味はきれいになります。綺麗な味の松屋式、ブラックで飲むときには非常に飲みやすい松屋式になります。じゃあちょっと、あ、普通の夜間でやるとそんな風にできません。できませんよね。買いましょうか。実を言うとそれを使わなくてもできる方法もあるんですよ。本当ですか、ぜひ知りたいです。それやるとどんどん時間がかかってしまうんですけど、あ、そうですね、またの機会に、はい、これは綺麗な味になります。すごいすっきりしてますよね。気がします。でこれに対して今度は油を通す入れ方の松屋式をやります。ちょっとだんだんとコードっぽくなります。そうですね、はい、はい、コードっぽくなります。それでは今度は、油を通す松屋式の、はい、上から入れる番ですね。そうですね。今度はどういうやり方をするかというと、だいたい30センチぐらい、さっきは10センチでしたけど30センチぐらいの高さから、はい、30センチぐらいの高さからお湯を差すスタイルになります。
どうでしょう。さあ光りますかね。どうですか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。はい。でここにコーヒーの粉を入れますね。はい。はい。いつも通りに。いつも通りに。穴を掘り。穴を掘り。でまたお湯を95度まで上げます。はい。実は言うとこの30センチ持ち上げるっていうのが実は言うと波打ち際理論と言われるちょっと、はい、高度ですね。高度なやつになります。じゃあまず今回は波打ち際理論がメインではないのでただ単に温度だけだと思ってください。はい。でまた次の時に、ま、波打ち際理論というのは松屋式が完全に終わってから大体語ると思いますだそうです。はい。松屋式はいつできるんですかね。そのうちで95度になったお湯を刺しますね。はい。まず真ん中にお湯を刺します。で落ち始めたら濡れてるとことか沸いてるとこの境界部分にお湯刺します。はい、ここで3分ですね。で、蓋を着せます。大体82ぐらいですか。今何度ですか。82ですね。大体、うん、同じぐらいですか。いや、違う気がします。ちょっと高い気がします。あ、高いですか。で全体に戻します。はい。はあ、注いでいるときに短く全体カメラに切り替えると高さが分かる。失礼しました。次にこの全体カメラをこう外した状態でこう動かせるようにしますか。じゃあそれだったらこっちが動かしたらいいですよね。だけど温度計欲しくないですか。温度計は拾い読みします。今度から温度計とこう2画面を出すっていう方法もあることあるんですけどね。そうですね、それいきましょうか。そうですね、今度やりましょう。またグレードアップしますねそうですね、はい、そうすると温度計をこうだけを映しながら全体カメラで全部を覆うっていう方法が、はい、カメラもう1個買っちゃえばいいんじゃないですか。3個がね、これがね認識しないんです。あ、そうですか、残念ですね、はい、残念ながら、はい、またそれはおいおい相談ということで、はい、ただMacBook Pro になると、はい、どうも3個は使えるみたいです。あ、新しいですね、うん、ただちょっと早いかなという。そうですか。善は急げって言いますけど。いや、善は急げだけど善がね大変なんで。 あれは、はい、はい、そこら辺が、まあ、おいおい相談ですね、はいはい、お財布と、はいはい、となると思います。ただ将来的には多分プロの方に変わると思います。じゃあ私はちょっとしれっとエアを狙っとこうと思います。はい、はい、まあそんな感じで、で今回はもうある意味高い位置からお湯を今のも刺してるんですね、はい、だからまあある意味今ので温度が上がったとしたらもう素直にお湯が、センサーの部分まで直接到達しているっていうことは可能性はありますけど、まあこの段階はただ単に蒸らしで、こうなんつうんですか、お湯を粉を全体的に湿らした後の温度が重要なだけなんで、はい、この段階はまああまり問題とはしません。問題はこの次の抽出の部分、つまりコーヒーの成分を溶かすのはこの抽出の部分の
粉の温度が何度に達するかなんですね。だからそこの部分を今から調べます。はい、ちょっと高度な感じになりますが、今度は波打ち際理論という、このこれはどういう理論かというと、実は言うとコーヒーの粉っていうのをナイスタイミングですね。はい、やめろってことですね今のはね。またそれはゆっくり、はいはい、場を設けて、じゃあやってみます。はい、で今度はもう単純に高い位置から、高い位置からちょっとこれ取りましょうか。はい、いいっすよ。どのぐらい高いかというと、こういう感じで、ただこの状態で、はい、まあこの辺でやり始めて入れます、はい、置きます。いや、どうぞ。じゃあ行きます。これで最初はひたひたにします。ここで落ち始めたら真ん中に、でこの波打ち際理論というのは何かというと、あの水の中でも乾いた砂でもなくて、波打ち際だけが実を言うと砂が硬くなるんですね。確かにそうですね。あの走る時に乾いた砂のとこは走りにくいでしょ。はい、で水の中も走りにくいでしょ。はい、ところが波打ち際だけが硬いんですよ。確かにそうですね。その硬い状態だと、つまりコーヒーの粉の上に当たったお湯っていうのは下まで力が加わるんですね。ペーパーの下まで力が加わります。そうすると何が起きるかというと、油が通ることが可能になるんです。つまり高さ30センチのところから落とすっていうことは、基本的にはあの圧力がアポロでいうと200ミリ H2O 以上になりますね。とその状態、今何度ですか、ね、79度です。79度、だいぶ低いですね。そうですね、これはもう温度的には基本的には低くなりますよね。高い位置からやるわけだから、はい、それはまあ、あの、まあ仕方ないというかそういうもんですね。でまあ今回はまあ本当は温度的なことをやりますが、ついでに波打ち際の理論のついでに説明も入っちゃいましょう。はい、全体カメラ戻していいですか。はい、全体カメラに戻しましょう。でさっきの、松屋式と比べると、今度の、高い位置からお湯を差したものっていうのは、ちょうどアポロのコーヒーですね。アポロのコーヒーっていうのはどちらかというと油が入ったとろみのあるような感じのコーヒーだったんですけど、まあ前回、はい、ちょっとこうなんつうんですか、こうサーバーが落ちたりいろいろドラマがあった、ドラマがありましたね、はい、先週は、はい、あのやっぱりドラマがあるっていうのがユーストらしかったですね。そうですね、はい、その状態に対してもう今回はもうなんつうの、縦板に水のようにもうピシッと、はい、完璧という状態でいきます。でこれが、波打ち際理論、つまりあの高い位置からお湯を差した時のコーヒーになります。はい、とこの状態だとね、とろみが出るんですね。それで、いわゆるミルクに合いやすいコーヒーに変わります。で、だけどこの温度的には低いんですよ。低い温度で出すわけですね。だからこの温度を低くすると、例えば本当で言うと、例えば深入りのコーヒー、深入りのコーヒーはどちらかっていうと、本来苦いですよね、はい、その苦いコーヒーすら苦くなくなるんです。つまり苦くなくなるということはどういうことかというと、はい、温度を下げることによって今度は、苦味の成分が溶けにくくなります。ところが甘みの成分というのは溶けやすい成分なので、実を言うと甘みは溶けるんですね。そうすると深入りのコーヒーを丁寧にどちらかというと低い温度で立てると、甘みのある深入りのコーヒーは甘みのあるコーヒーになります。
でその辺のことを今度やるとこれが、実を言うと安永式という抽出方法に話が初めて聞きました、はい、持ってくことになるんですけど、はい、今回は一応温度に関してのことだけを、やったわけですね。本当はもう一個今のだいたい70度ぐらい、つまりこの、79度でしたっけ、こっちが、ね、最後が70、はい、79度です、 79ですね。だから79度になるように、例えば、ポットのお湯を79度前後にした状態で、仮出し器を入れて、はい、林さんに味わってもらおうという実験もやろうとは思いましたが、ちょっと今回は、ゲストを迎えてるので、今回に関してはこの温度と、味の出方に関してを一応、講義をしたという感じになります。はい、はい、ありがとうございます。で、ここからですね、ゲストのとこへ移るわけですが、当然この移る時にはまた何かをこう流しておいて一瞬でピュッと入れ替わるわけですよ。この1スタジオから2スタジオに移るわけですね、はいはい、その間ね、今持て余してしまうでしょうから、そこで、用意されてるのが何かというと、香川県の、山田屋コーヒー店さん、はい、林さんが取材に行ってくれまして、はいはい、その山田屋コーヒー店さんの、一応、紹介の、ビデオを、流して、はい、その間に、スタジオを移ろうという感じになっておりますんで、それではスタジオ移動します。いや、じゃあムービーを流します。山田さんのコーヒーさんのご紹介をさせていただきます。ご紹介をします。はい、はい、ゴタイムが楽しめると。楽しめはそうですね。一応まあ無料ですけど、まあはい、ちょっと少しテーブルは用意することもできますので。いいですね。後ろに焙煎機が。はい、焙煎機。狭いんで。綺麗な焙煎機が。そうですね。まあまだ乗りたい。ブレバーさんと知り合ったきっかけってのはどうだったんですか。まあ、たまたまインターネットで調べてたら、焙煎を教えてくれるっていうことが書いてあったので、すぐ電話したんですよ。タブルマさんが、まあ、そんなにあれで一回遊びだけ来なよって言ってくれたんやけど、まあ、僕はもう習いたかったんで、もう電話して、じゃあこの辺に来ますって言って出してもらったんですけど、やっぱ本当に単なるネットでたまたま本当に偶然なんですよね。たまたまその引っかかって、そうですそうですそうです。だからまあ店を始めたことどのくらいだから1年、去年の4月に習いに行ったんですよ。なんで、で今でまあちょうど1年と3ヶ月ぐらいになりますけど、もうほとんどこれしたくて、本当なんでかわからない、何だろう、本当に引きつけられていったと思うんですよ。その偶然いっぱい多分習うところってあったと思うんですけど、なぜか引きつけられてしまったというかがあって、もう本当にその時に多分この入れ方に出会わんかったら多分こんなことしてないって言ったらいかんけどあそこでは本当にだったし、でまあ正直昭和にいる世代が分からないけど、あんまり接客はそれほど得意じゃないけど、喫茶店みたいな接客はそんなに得意でもないし、まあこう職人みたいな感じでこう焙煎もやりたかったんです。だからまあそれも焙煎も教えてほしかったんですけど、ただコーヒーの入れ方の方が大事だっていうことも中川さんに教えてもらって、その逆に入れる方法にすごい力を入れるようになったんですけど、本来はこの豆を焙煎してそれを
喜んでもらえるっていうか、まあ、お客さんに喜んでもらえるっていうのがやりたいっていうのがあって始めたんですけど、いや、でも入ってたと思いますよ。入ってた、うん、はい、入ってましたね。ありゃ、うん、じゃあ入ってたってしたら林さんのマイクから拾ってたかもしれない。失礼いたしました、はい、あのですね、あの今回のゲストは、あのなんですかね、今度鹿児島になんか旅立っちゃうんですけど、旅立っちゃうんですね、はい、あの西尾で、あのいろいろ、なんつうの、最初色で描くね、はい、鮮やかな書なんですけどね、すごい素敵ですね、こういうのをこうやってる、ゆうかちゃん、ゆうかちゃんです、村松ゆうかと言います。はい、村松ゆうかさんに来ていただきまして、で、もともとね、彼女はやっぱ一品の時に、いろいろわざわざ、一品のフェアの時に、そうですね、あの和服を着て、キャンペーンレディーの時に和服を着て、そのやっぱ華やかさをこうそのフェアで出してもらったりとか、いろいろとお手伝いしてもらって、一応キャンペーンでやっぱ商店街とも関わりがあって、ね、イベントに、うん、でその当時はただ単にあのそういうキャピキャピしただけの女の子かなと思ったらなんかすごいことやってるどんどん、うん、ね、で、もともとが、この、最初っていうの？そう、最初、鮮やかな書。これ、鮮やかな書だ。これ、いつからやり始めたの？これは、2006年ぐらいに。いや、何年前っていう言い方してくれ。そうだね。何年前だ？うん、遡ると、4、5年経つんですけど、うんうん。なんでまたこういうことをやり始めたの？最初は、こう、まあ、ね、1年ぐらい、こう、なんか病気しまして、うん、動けなくなっちゃって、まあ、もともとね、こう絵を描いてたんですよ。絵を描いてて、もうなんかそういうのが好きで、なんか描けなくなっちゃって、いろんなものが、うん、で、言葉がこう、わーって出てきて、それで筆を取ったんですけど、うん、まあ、うん、自分らしく描けないなって、こう、黒い墨汁じゃ描けないなってことになって、うん、まあ、もともと絵を描くので、うん、あの、アートらしくできないかな、賞っていうことで、うん、色で描く賞を書き出したんですよ。それでまあ書いてるうちにたくさん集まってきて、こう、はい、人に見てもらったら、まあ、個展とかイベントとかさせてもらって、うん、で個展を、まあやってるのは、まあ、僕も知ってるし、うん、やっぱりいろんなところでやってるのは分かるんだけど、その人間がなんで鹿児島に行くわけ？ですね、鹿児島はもう遡ると3年ぐらい前にね、その個展とかをこう、うん、まあ、西尾とかでね、はいはい、やってまして、うん、でちょっとなんか、まあもともと風景画を描いてたんですけど、うん、まあ、西尾の絵とかを、うん、そしたらちょっとまあマンネリじゃないけど他の空も見てみたいなって思ってて、うん、はいはい、でやっぱトヨタ愛知は、まあ、うん、あのトヨタのであれで、あの鹿児島の方とかがすごいあの仕事で出稼ぎとかで来る方が多くて、で、すごいいいって聞いてて、はい、鹿児島の風景が、うんうんうん、じゃあ行ってみるしかないと思って行ってみたら、う
そんなことだけで行ってみちゃうわけ。行ってみちゃいますね。ちょっとあしかも、はい、あの個展と個展の間にね、はい、10日間、はい、10日間空いたぜっていうことでこうペッて行ったんですよ。ピュッと一人旅です。ピュッと行ってって、ね、そのピュッと行ってこう泊まるとことかこういろいろ適当にね、適当で、行き当たりばったりね、まあ、行き当たりばったり、適当、最初はね、まあいい感じだよね。これで結局それでもう鹿児島に惚れちゃったわけ。惚れちゃったんですよ。まず何があったって、うんうん、その絵描いてるんですけど、はいはいはい、その10日間のうちに何枚も描けたんですよ絵が。書も描けたんですけど、はいはい、うん、なかなかたくさん描けることってないですよ、はいはい、短時間に、うんうんうん、やっぱ描きたいって思うことってなかなかなくて、うんうんうん、あと、ポストカードなんですけど、これは、はいはい、そのポストカードを、うん、あーと、まあ、50周ぐらい持ってったんですよ、はいはい、たくさんあの他県の方はどんなリアクションするのかなと思って見てもらいたくて、うんうんうん、でまあ、あの見てもらうためにはどうすればいいのかなって現地の人に聞いたら、まあ、うん、路上販売すればいいじゃんっていうことになって、はい、路上販売したことないっていうことになって、うん、でまあノリでやってみたら、ね、そんなしたことある人いないけど、うん、ですよね、ノリでね、うん、で何ノリでこれを路上販売したら、はい、すごいあの好評で、もっと持ってきてって、うん、そのもっと見てもらいたいって思って、はい、また個展が終わったら行くわけですよたくさん持って、すごい。じゃあ何、鹿児島にこのこれをこう風呂敷に包んで出稼ぎのように、そうです、行商のように行くわけ。そう、それをしてる間にそれで、うん、まあ、旅の資金になっていろんなとこ行ったりとか、はあ、しまいにはもうあの機材持ってって、うん、まあ、イベントやったりとか、うん、イベント、ええ、うん、いや、なんか鹿児島の方でテレビとかなんか出ちゃったりとか、出ましたね、やっとるらしいね。やってました、やってました。うん。やっぱりそれは、やっぱ向こうの人たちから見ると浮くってこと。浮くっていうか、やっぱ目立つってことか。まずは、そのなんか、うん、一番最初に、まあまあ、なんか地元のローカル番組ですごい昔からあるやつで、まあ、あの、まあなんていうかな、そのイベントがテレビ主催のイベントで、それでまあ知ってもらうためにテレビに出てたんですけど、うんうん、やっぱりこう、うん、目立つ。っていうか、はいはいはい、ロリータのフリフリ、今日はね、地味なんですけどね、今日はね、魔法がかかる前なんではいはい、はい、こう暗いんですけど、はい、ちょっとその格好でちょっと目立ってて、うん、それなんか人柄もなんか合うのか、うん、自分がすごくなんか溶け込めて、うん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 、で特集をしてもらったんですけど、スーパーニュースに、はいはい、その時は鹿児島に魅せられてっていうテロップがついたんですけど、はいはい、まあ、鹿児島が大好きで、かっこいいね。そうなんですよ。そうなん、まあ、自分がこう、うん、街で路上販売をしてるところとか、はいはい、あとはもう自分書いてる、書を書いてるところとか、うん、まあ、インタビューとか、個展じゃないけど、うん、まあ、展示をさせてもらったと、うん、ところとかを、はいはい、やってもらったんですけど、あとは、ね、お客さんのインタビューとかがあったんですけど、やっぱりこう、鹿児島が好きだっていうのがすごくなんか、はい、あ、そこがいいって言ってくれることが多くて、本当なんか第二の故郷みたいな、もう何回か分かんないぐらい言ってるんですけど、だけどあれだよね、普通の人ってそうこうなんつうの、ぶっ飛んではいけないよね。ぶっ飛んでるんですかね、やっぱり。飛んでるっぽく感じるんですけど、なんかさっきもなんか A スタジオからなんかぶっ飛んだなんかゲストが来たんですけど、いやいやいや、そうは言ったかどうか別に、やっぱりその行動力ってすごいなと、僕ら一般的な人たち、まあ一般ピープルなんで僕、本当ですか？いやいや本当ですけどからするとすごくこうなんつーの、その行動力がまあ僕ら的には羨ましいなと思う行動力だと思うんですよ。で、多分まあ今こうやってユーストでまあ配信してまあ見てくださってる方もみんな思うことだと思うんだけど、うん、例えば夢を持っておられる方いっぱいいると思うんですね。で、だけどあなたほどこうなんつうのぶっ飛んだ行動力でこう夢に行く人ってそうはいないと思うんですけど。なんでまたそこまでこう行動力があるんですか？多分その一番最初の話した通り、もともとがその1年間ちょっと病気で動けなかったんですよ。それでこう、まあね、ずっと寝てる状態だったんですけど、はい、それでまあやっぱりこう原動力っていうか、うんうん、なんか今動けてること自体が幸せで、はい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 、でこう
自分のやってることでなんか喜んでもらえることがあるんだったら頑張りたいとか、そういう応援してくれるんだったらその分あの頑張りで返したいと思うんで、それが多分原動力っていうか、じゃあ、あれだね、単なるぶっ飛び女っていう風に思っちゃダメだね。中川さん、さっきが失礼ですよ。そうですよ。本当に素敵ですよ、この、ネーションも絵も。絵も描いてるんですよ、はい、バラとかね。じゃあ、やっぱ、そう考えると、やっぱ、本当で言うと、こう、例えば、あの、一般的な、こう、人たちだって、こう、なんつうの、こう、自分の、こう、気持ちでもっと行動しても、うん、あのね、ゆうかちゃんの話聞いてるとやっぱり行動してもいいのかなという気持ちがこうやっぱり僕も感じてきたじゃんね、うん、でやっぱりこう例えばさっき病気になったって言ったでしょ、でみんな僕らって病気すらなってなくてこう健康で普通に生活してこう休みも普通にある生活をしてるくせにあの行動してなかったりしてるのが現実だと思うんですよ。大半の人はそうだと思うんですよ。だから例えばゆうかちゃんのこの行動力のこうまあ本当は一握り一つまみのものを持つだけで多分僕らのようなまあ健康まあおかしな健康的な人間とか健康でない人間という言い方おかしいけど、一般的な人はもっともっと行動できるようになるんじゃないのかなっていうのを、ちょうどこの絵のこんだけのたくさんの絵を描いたりこの最初を描いたりとかいう、うん、このゆうかちゃんのこのやつを見てちょっと感じちゃったわけですが、っていう感じでこううまい具合にまとめるでしょ。また自分で言っちゃった、ね、何ですかこういうの、ね、ちょっと真面目に言っちゃったなみたいな。これね、なんでかっていうとね、これがね一応こう1回ぐらいは10時にピシッとこう終わらせてみたいなっていうのは思いながらこう喋っちゃったもんでちょっといかんかったなと思ったけど、完成、うん、でまあせっかくここへ来たんだからやっぱりここで鹿児島に行ってどんなことをやりたいのかとか、ね、そうですね、うん、やっぱりそういうのもちょっと語ってくださいよ。そうですね、ついこの前ラジオに出させてもらったんですよ、鹿児島の、うん、でまた出させてもらう、なんか面白いので出させてもらいたいなーってのと、あと義援金の、はいはい、プロジェクトがあって、うん、それにちょっと参加させてもらえたらいいなーって、はい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 、とちょっとまあテレビのあれも考えてるんですけど、うん、まあできればですけど、ちょっと長いスパンになっちゃうかもしれないんですけど、はい、うんうんうん、私西尾の花がバラ、二松子の花がバラなんですけど、はい、ね、バラ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 をね、うんうん、いっぱい描いてるんですよ。なんかこれね、これでかい、これね、でかいね、バラと描いてるんですけど、うん、たまたまこう何の縁か鹿児島にも大隅半島にバラの産地があって、はい、でこのポストカードの中にも鹿児島のバラがあるんですけど、その大隅半島のバラに行って書いたんですけど、まあちょっとPR でしてよみたいな声が多かったので、はい、大隅 で、うん、でなので、まあ、それもなんかできないかなとか、あ、まあ、もちろん西尾でもですよ、はいはいはい、うん、バラのあれなので、うん、とかあとはまあ、テレビもですし、イベントもなんか出たいなと思ってますし、うん、あとはちょっと、つい前福岡に行ったことがあるんですけど、はいはい、そんなにいられなかったので、うん、どのぐらいいたか忘れちゃったんですけど、うん、なのでまた行きたいなと思ってて、それは遊びでしょ。いや、それは結構ちょっと長くいたいな。あ、長くいたい。結構仲間っていうか、そういうアーティスト仲間に恵まれまして、うん、はいはいはい、結構いつ来るのって感じで、結構コラボとかもやりたくて、鹿児島にもね、アーティストの仲間がいて、うん、陶芸家とコラボ しようかとか、いろいろ話があって、はいはい、なので、どのぐらい長くなるかわかんないんですけど、うん、明日明後日行こうかなって思ってるんですよね。なるほどね、はい、すごい。そうなんです。じゃあその本当前日にたまたま、そうなんですよ、たまたまね、はい、たまたま、まあ今日ブラッとね、プラッと来て、プラッと来てね、うん、で実はと別段今日ゲストを迎える予定も何もなく、そうですね、今日君が来るまでは何もなく、う、ね、うん、一応週刊フレーバーはコーヒーのことを
あの本当はもうちょっと長い時間売っちゃうネタではあったんですけど、あのちょっと短くしてでも、まあ、せっかくあの君があの鹿児島に行くんだったらやっぱりそれをこうちょっとあの流してみたいなという気になって、で強引に、まあ、あの本当はあれだよ、この機材をこう実験するためなんて思ってないからね。さっき聞きましたけどね、聞きましたけどね、さっき最初に皆さん聞いちゃダメです。まあそういう感じで、はい、今回は、ゲストで、ゆうかちゃんを、はい、迎えてみました。ゆうかさん登場で視聴者が37人に増えたそうですよ。ありがとうございます。素晴らしい、嬉しいね、もう嬉しい。人気あるな、ありがとうございます。何かに打ち込む人は本当に輝いてる。あ、ありがとうございます、まあ、素晴らしいね、嬉しいわ、褒められとるが、嬉しい。これ活動はブログとかで紹介をしてるんですかね、はい、そうですね、まあ、ひらがな、まあ、ちょっと難しいので、うん、村松優香ってひらがなで村松優香です、はい、検索していただいたら出ると思いますので、はいはい、村松優香さん、はい、はい、ぜひあの西尾、あの地元は西尾出身でですね、さっきですね、アースさんが、はい、10分前です、はい、アースウィンドフィーバーさんが、ブログを紹介してくれてます。ハテナのハテナダイアリーの方、そう、はい、やってます。ブログを紹介してくれてます、はい、よかった、ありがとうございます、はい、妄想気に入ってみてください。ヤフーもやってますよね、はい、そうです、まあ、あのどちらも検索すれば多分出てくると思いますので、はい、見てもらうと、はい、今どんなことをこの彼女が今考えやってるかっていうのが出てくると思うんで、はい、あ、ですね、はい、アーさんがツイッターのアカウントはゆかさんありますかと、あ、あります、うん、はい、はい、今あの載せてくれる、載せてくれそうなので、はい、アナログ人間の私はちょっとあんまできない。いや大丈夫です。あの、ね、教えてください。あの皆さんがこう理解ある人たちが、そうですね、みんながこうやってくださる、スタッフさんがね、スタッフさんがこうやってくださるわけですよ。今アカウント名の方を打ち込んでくれています。うんうんうん、ね、三河中心にもともとは活動してましてね、うん。もちろん西尾が一番なんですけどね。まあそこで最後に言わんでも別にいいですけど、あ、本当ですか、そこなのでまたあの帰ってくるのでね、うん、ぜひあのまたイベントに、うん、多分今度は、うん、あの冬にねイベント出ると思うので、はい、誘ってくださいね、はい、イベントにもね、はい、わかりました。どんなイベントですか、まだクリスマスイベントとか、またあるだろうね、あと三重県のイベント出ると思う、ね、三重県はなんでなんかあのまあ、名古屋のイベントは何でそうなったの？名古屋駅で路上してまして、はい、あの、あ、路上販売、はい、愛知にいる時はね、はい、あのビッグカメラ噴水側でやってますんでね、あ、そうそう、あのやってた時にあの、うん、たまたまこう見てくださって、うん、で、はい、すごいあの気に入ってくださって、うん、その、あの、まあ、そこでオーダーで書くんですけど、はい、で、うん、その色紙をオーダーで、うん、あの買ってくださって、それをあの見せたら、うん、皆さんに、うん、そしたらまあ呼ぼうよって話になって、たまたまその方があのイベントの方で、はい、で、あの鳥羽の、あの三重の鳥羽市 の、 あの、うん、イベントに出させてもらって、うんうん、すごいでっかい規模で、またブログを見てください、村松優香で、ああ、はい、そうですか、はい、すごく素晴らしいイベントで、うん、で、またあの呼んでくださるということで、あの冬になので戻ってきますね、前戻ってきますので、うん、はい、だからなんだかんだで、あれだよね、こう、いろいろな、まあ、確かに、君の行動力もすごいなとは思うけど、なんか運をつかむ力もすごいよね、すごい引き寄せてる、引き寄せてる感じするもんね、うん、それは残念ながら努力だけでは無理だもんね、やっぱりそのやっぱりこう元々君の持ってるやっぱりこう力、いやー、皆さんが応援してくださったからですよ、本当に、うん、あのブログではあんまりこうなかなかこう、うん、あの本当に身近な人たちが、うん、あの手伝ってくれたとか、うん、なかなかこう紹介できないじゃないですか、はい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 、なんですけど本当に手伝ってくださって、ほん、例えばまあ私があのみんなにあのいろんな人にたくさんの人に、うん、あの知ってもらうためにはどうすればいいかとか、はいはいはい、そういうことをすごいこう一緒になって考えてくれたりとかする、うん、あの仲間というか、はいはい、友達とかがたくさん恵まれて、うん、お客さんにもそうですけど、うん、すごい応援してもらって、うん、なので本当ね、またその原動力になりますけど、はいはい、頑張ろうって、うんうん、なので本当に、うん、まあそう思うと全然なんか最初のなんか行ったばかりの苦労なんて、うん、と思います、うん、今となっては、う
だけどすごいと思うよ。だってそういう人たちをこう引きつける力っていうのはこれは努力ではやっぱり難しいと思うよ。なんかでも人柄があってそれもあってどんどん人が引きつけられてるのかなっていう感じがしました。さすが林さん、こう締めがうまいでしょ。またまた、あ、既得者さんがアカウントの方つぶやいてくれてます。ゆうきゃななさん、はい、はい、アカウント、はい、皆さんぜひフォローしてください。私も後でフォローします。はい、ゆうきゃなセブンで、はい、ななです。はい、はい、まあそういう感じで、はい、まあここで締めに入っていくという、はい、こう形になりますが、やっぱりある意味こう若い人たちのお手本みたいなとこあると思うんですよ。すごく頑張ってこう自分がこう思い描いたことをこう夢に向かって頑張ると、その頑張ってる姿を見て他の人たちが応援してやっぱり手伝ってくださるっていう、つまりやっぱり夢に向かって頑張る姿を見せなかったら多分他の人たちは応援はしないと思うんですね。だからそういう意味では優香ちゃんなんかの行動っていうのはやっぱ今の若い人たちも結局はある意味参考にして動いていけば他の人たちは応援してくれるんだよっていうことだと思うんですよ。だからそういう意味では君のこの頑張りが、うん、西尾の若者たちをこの引っ張っていくと。そうですね、もっと若い人たちがみんな立ち上がってくれることを、そういう感じで仲間が増えることを祈ってますね。はい、そうですね、はい、そういう感じで、今日の、週刊フレーバーは、ゲストに、はい、村松優香さんを、はい、お迎えしまして、一応今度の、鹿児島へ行く、はい、前日にわざわざ来ていただきました。はい、明日鹿児島遠征、はい、鹿児島遠征の前日、はい、イブで来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。最後の挨拶を一言言って、はい、じゃあ終わりにしましょう。はい、これからも頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。